リメンバーは、大金太による日本の漫画作品。モーニング2010年36.37、合併号より2012年34号まで連載。大金太にとって同志に連載された前作の、総天候路完結より5年ぶりとなった、週刊連載作品。西暦1945年9月9日の正午。 終戦直後の東京の焼け跡に突如現れた、記憶喪失の男、財津隆二。自らの居場所と正体を探し求める彼の周囲には、やがて、一癖も二癖もある、熱く竹竹しい男たちが集まり、友情と戦いが生まれていく。しかし、この世界は、西暦2239年の未来世界の絶対、君主、芸家が支配する世界。 博物空間1945だった。ゲ家カは未来世界で捕獲され、渾水状態にある囚人、在津時間の意識を博物空間に住む9代前の先祖の竜次に強制接続し、同時に在津の仲間たちも一切の記憶を奪い、体の一部に囚人符号をつけられ、ザップとして投獄された。閉ざされた世界の中で、 記憶と仲間を取り戻し悲劇の連鎖を立つことができるのだろうか。信仰の暴力組織、敵屋系集団、中国人系マフィア、上海マフィアとその幹部の通称。幹部の戦闘能力は非常に高くその能力を買われ、一度目の博物空間では日東千円で総流会に肩にし、賞金首を狙う。なお、 賞金首はその首一つで10万円で一等賞は0時。二度目の博物空間では要報徳に雇われている。部下たちからは先生と呼ばれ、慕われている。2011年3月23日、発売 ISBN978 から4から06から37万2986から32011年5月23日。 発売 ISBN978 から4から06から3 8 7 0 0三から92011年7月22日発売 ISBN978 から4から06から387033から62011年11月22日発売 ISBN978 から4から06から387060から22012年2月23日 発売 ISBN978 から4から06から387,089から32012年6月22日発売 ISBN978 から4から06から387,123から42012年8月23日発売 ISBN978 から4から06から387,138から 8, 8ありがとうございます